てください。私はそなたを救えませぬ。兄貴、また眠れないのかい？鬼神を。ダメだって、ちゃんと寝ないと頭が参っちまうぜ。って、おい、兄貴、ちょっと待ってくれ、兄貴！でも分かんねえよな、あの化け狐の鬼神やっつけたのに体が戻らないってのがさ。戻るまで探して切る。そりゃそうだけど、ただな兄貴、大悟出てから無理しすぎだぜ。ろくに休みもしねえでやたらめったら化け物やっつけ回って、そんなんじゃ体が持たない。絶対今や国を脅かす兄上こそこの国にとっての鬼神。私はそなたを救えませぬ。兄貴、お父ちゃんとおっかちゃんがいなくたって生きてけら。兄貴にはオイラがついててやっからな。兄貴！白面不動の巻。え？それってどこにあんだ？あの山の向こうさね。あんだ、とっちゃん。兄貴！温泉だってよ、温泉。知ってるか？山とかに勝手に湯が湧いてんだぜ。そこなら兄貴もゆっくり休めると思うんだ。温泉は体だけじゃなくて気分も落ち着くって。おいらのおっかちゃん、まあとにかく行こうよな。その温泉の近くにバケモンが出たってさ。朝倉も退き、こうして恵みの雨も降る。今はまだ鬼神との約定は保護になっておらん。だがこのままではいずれ。やめろ、放て。てめえ女房じゃねえな、放てってんだ。おい、放て。何しやがる。やはりこの顔も違ったか。こりゃ夜を越すのにちょうどいいや。兄貴は休んでてくれよな。オイラ薪と木の実でも取ってくるから。あ、それとここ野盗の根城かもしれないから気をつけてくれよ。でも殺しちゃダメだ、とっちめるだけだぜな。やった。結構集まったな。ん？滝の音？すげえや。
け仏像か。脅かすな坊や。うわあ、おいら食ってもうまくねえぞ。それに百鬼丸の兄貴が。あ、おっかちゃん、私が赤へ。おいらドロロだよ、おっかちゃん。ドロロ。あ、兄貴。もうそんなに引っ張ったら痛い。兄貴、この人を見てくれ。あやかしかい？違う。人か。わからない。え？私はおかかってもんだえ？おかか？そんで、ここは私の家だえ？え？おかかは一人で住んでんのかい？そうだえ。時々炊きに来る行者さんたちが食べ物を置いてってくれるから食べていけてる。さっきの滝か。そういや、あの仏像なんで顔がないんだい？ああ、それは随分と前の話になんだけども、昔、とある物資があの滝へやってきて、滝の水で不動のような形に削られた岩を見つけたんだえ。もともとその物資は穏やかな顔の菩薩を彫ることで評判だったけれど、侍の時代になると人々は力強い顔の不動を求め、その物資は忘れられていったんだえ。物資は皆を見返そうと、その岩に不動を彫り始めた。体、手、足、最後に顔を彫るとき物資は思った。それまで見たどの不動よりも立派な顔を作ってやると。けれど、できる顔はどこかで見たようなものばかり。何年も何年も掘っては壊し、掘っては壊し、やがて物資は年を取り、とうとう顔を作れないまま無念の中で死んでしまったんだえ。なんかよくわかんねえ話だな。ドロロにはまだ難しかったかね。わっ、うまそう。さ、どうぞ。いただきます。ドロロ？おかゆ見てたらおっかちゃん思い出しちまった。そういや、私をおっかちゃんって呼んどったね。うん。そんなに似とるのかえ？そっくりもそっくりで、どっからどう見てもおいらのおっかちゃんだ。声だって。あ、いけね。あらら、寝てしまった。ここんところくに寝てなかったからな。起こさないでやってくれるかい？うん、ここらは夜になると冷えるから。ちくしょう、こんなうめえ飯初めてだ。まあそう、よかった。ガッソさん。ああ、あのさ。どうした？おいらそのやっぱりおっかちゃんって呼んでいいかな？え？おかかちゃんよりおっかちゃんの方がいいかなって。甘えん坊さんだえ、ドロロは。ええよ、好きに呼んだらええ。おっかちゃん。はいよ。うわ、安心したらなんだかオイラも急に眠くなってきた。そう、薬が効くか心配したけど。何のことだい？さっき話した物資の話には続きがあるんだえ。その物資が死んでしまった後、その不動はいつしか
あやかしが取り付いてしまった武士の無念を晴らそうとね。顔が欲しい、顔が欲しい。不動は武士を蘇らせ、生きた人間を連れてくるよう命じた。その顔を不動に与えるために。武士とは私のこと。不動の力で相手の心を読めば、好きなように顔も声も変えられる。子供の顔は不動には合わないけれど、あの男の顔なら。ドロロドロロ、ほっかちゃん甘えん坊さんだね、ドロロは。だって。ならばその顔を不動に与えてやろうか。兄貴。待ってろ兄貴、オイラが助けてやっからな。兄貴、兄貴、ドロロ、なぜ来た。おっかちゃん、兄貴を返せ。縛らないで置いてやったのに、なぜ逃げなかった。兄貴は絶対渡さねえぞ。この離れな。離れるもんか。兄貴にはオイラがついてるって誓ったんだ。こいつ。ドロロ、ずいぶん寝てたな兄貴。おやめなさい、百鬼丸。もう良いのです。何も傷つける必要はありません。あの声、兄貴の。さあ、母の元において。ダメだ。お前は、おかかだ。どうして顔が変わらぬ。お前、母の顔を知らぬのか。よこし、ずっと探し続けたその顔を。もうやめてくれ、おっかちゃん。黙れ。私はあいつの顔が欲しいんだ。今までで一番立派な顔が。なんでそんなに立派じゃなきゃダメなんだよ。目があって、鼻があって、口がありゃ十分だろ。それをおかかは自分勝手に。人を騙して顔を剥ぎ取る化け物になっちまったんじゃねえか。化け物。なんでそんなことしてんだよ。
自分の顔取り上げられちまったもんの気持ち考えてみろよ。辛くて悔しくて悲しくて、立派な顔、どの不動よりも立派な。なぜ、なぜ、わからない。いつから、いつから、いつから私は無理だ。私にはもう無理だ。ロロ、顔に、笑っておくれ。優しい子だい、ドロロは。あんたの笑った顔、仏様のように見えるわけだね。ごめんよ兄貴、オイラがしっかりしなきゃって思ってたのに、余計なことさせちまったり思い出させちまったり。オイラいつも兄貴に助けてもらってばっかだけど、兄貴が困った時には絶対に。またドジしちまった。ドロロ、え、俺は大丈夫。温泉行くぞ。ちょっと待ってくれよ。 あのさ、温泉の近くに化け物が出るってやつ嘘なんだ。つい、なんていうか。行くぞ。お、兄貴、ここだここだ。すげえ、オイラ入んの初めてだよ。見んなよ兄貴。見えねえのは知ってるけど、だから見んなって。いちいち傷にしみるけど、うわー気持ちいい。極楽ってこんなところかもな兄貴。うん、へへへ、そうかもね。だったらさっさとくたばるのも悪くないね。バケモン。ぼ、坊さん、どっから湧いて出てきた。ずいぶんな言われようだね。お前さんたちが来る前からいたよ。まったく、これも腐れんかね。わあ、風呂だ風呂だ。お風呂。おいおいおい。何しやがんだ、こんちくしょう。ほら、すまんの、そこらの小猿と変わらんでな。許してやってくれ。お前どっから来た。来たん。この辺りじゃ見ねえな。見ないね。おいらたちずっと旅してんだ。ん、旅？どこまで行くんだ。え、どっか行くんでしょ。そんなのまだ決まってねえよ。ふん、その人お兄さん。兄貴は兄貴だよ。あ、
何これ、お前の背中何か書いてあるぞ。何言ってやがんだ、ジロジロ見んな。これ地図ってやつじゃないかな。地図地図